さあ始まりましたブラックパイナー SOS の YouTube というわけでここどこかと言いますと、はい、どこですかここ、僕ん家です。はい、というわけでゲストのハッシーハッピーさんです。すいません、コロリューサッチのハッシーハッピーです。あ、でしゃー、お願いします。というわけで今日何日ですか、はい、今日は12月あ、違う違う、これ流れてる日です、はい、ほぼ生放送でやってるんですけど、はい、生放送ですか、はい、はい、というわけで今日は12月31日ですね、はい、なるほど、はい、そうかそうか、そうですよね、そうですよ、何言ってるんですか、大晦日ですよ今が、12月26日みたいな顔すんなよ、今生放送でやってるんですから、はい、というわけで、はい、ちょっとね、年越しじゃないですけど、はい、今年最後の YouTube を、はい、せっかくなんでこのハッシーハッピーの家で、え、ありがたいです、そのいいんですか、で、なんかいつも稽古場ばっかりでさ、はい、なんか稽古場ってさ、もうみんなあそこで撮ってるじゃん、そうですね、そうだからなんかダサいじゃん、確かに、まあ貸してくれるとこはね、なかなかないからね、はい、うん、うん、ダサいですね、だからあ、この使い方があるんだとかさ、はい、なんか2つの稽古場とかをさ、はい、あ、この向きでこの机で撮ってんだとかさ、うん、アイデンティティとかの見てもなんかあの箱馬をうまく使ってみんなあの箱馬をどう使うかとかになってるから、ね、はい、ちょっとたまにはこういう場所でやりたいなと思って、ありがとうございます、わざわざ使って、しかもまあちょっと大晦日なんで、はい、せっかくなんでハッシーは YouTube 始めるとぐらい、ちょうど1年半ぐらいですかね、ちょうど1年半、はい、ちょうどぴったり1年半です、まあまあまあ、で僕らは4月から3月31だけど、まあ456789101112だからちょうど9ヶ月あ、9ヶ月で1000人超えたのすごいですね。おー、それさ、ハッシーなんかよく言ってたよね。なんか半年で何人超えなきゃダメとかなんか言ってたの、はい、ありました。で、1年で1000人超えればいいっていうので、うん、1000人超えるってその、YouTube のピラミッドで言うと、もうだいぶ上の方になるんで。うん、あ、そう。1000人超えるって、まあ難しいというか。ほんと。で、言ったらブラパイさんみたいな、その、何でもやる感じの YouTube って今絶対伸びないんで。うんうん、あ、そうなの、もっと早く教えてよ、そう、やめてよな、もう絶対伸びないのね、僕が言うのもやぼかなと思ってなかったんですけど、いやでも確かにその意見はなんかそのチャンネルと何かに特化したチャンネルとかに分けた方がいいとかって意見も聞くけど、とりあえず俺年内は絶対毎日やろうって言ってた、はい、だから毎日やるためにはもう一個のことに特化したらもう無理だってなって、はい、とりあえず来年からは週3にするんだけど、はい、あ、なるほど、それまではちょっととりあえず毎日やろうと思ってがむしゃらに撮ってたんです、はい、そしたら、今ストックが40本あります。もう紹介できない。これ40本っていうの、いやでもすごい脅されてたの。始める時に、うん、絶対毎日あげるなんて、超取りまくんないと無理だからって言われて、はいはい、で多分途中で諦めたりに、いや、もうその日に夜にあげる分がないよとなっちゃうから、もう頑張れってすごい葉っぱかけられてた、はいはい、だから、まあそうなっちゃいけないなと思って、もう取りだめしてたら、こんなに貯金できちゃいました。いや、そうですね。僕も初め毎日投稿やってたんですけど、ほんと1ヶ月でやめちゃって、うん、そっから週3本、週1本で、うん、今はもう2週間に1本とかになっちゃったんで、うん、だから来年から僕も週3本であげようかなと思って。おお、これ一緒じゃん。はい。それは何曜日とか決まってるの？ああ、いや、まだ決まってないですけど、土日のどっちかと平日2日。うん、で、1日は生配信とかやりながら。え、もう生配信の技術覚えたの？覚えました。どうやってやるの、うん、まだわかんない。ちょっと生配信。2、3月、なんで、いや、まだやってない。だから、はい、1000人超えて、とかでしょ、して、なんか登録とかするの、いや、もう普通に今もやろうと思えばできます。嘘？え？ YouTube、それこそ、あの、いつも一緒にやったインスタライブとか、うん、あの、うん、ショールームとか。絶対申請とか、なんか一回調べたよ。したら申請とかして、なんかしないといけない。それはスパチャができるかできないかなんで、あ、それスパチャやりたいの？あ、スパチャやりたいですね。うん。あ、なるほど。お恥ずかしい。いやいや、来ないよ。来ないよ。やりたいだけだよ。一回、ダイエット企画を今やってて、はい、1月31日までに2人で合わせて10キロ痩せれたら、スパチャを配信もをやってもいい権利をもらえるっていうので2人でやってるの。あ、なるほど。うん。だから、そのスパチャのやり方が分かんないとさ。うん。ちょっと後で詳しく。できる？できます、できます。スパチャできるの？やったことあるの？僕はなんか、今申請してるところで、その収益化できたんで、申請して。大きな？うん。それ聞かせてよ、俺も。スパチャ先輩の。ちなみに、時間は超えてますか？ 4000 時間。いや、それ超えてる。超えてる。超えてるんですね。すごいですね。4000時間超えてて、1000人超えてれば、多分、収益化しますかっていうメールが来ると思うんですよ。うん、で、それで、しますって。あ、それ収益化申請はしてるよ。してるよ。あ、もうしてるんすか？うん。で、OK。今してるの？いや、その僕、その収益化のやつが来てなくて、今事務所とちょっと話し合ってるところ。うん。っていう感じです。俺はそれ1、2ヶ月前にやってるね。あ、で、OK って言われました。それは収益化 OK だけど、スパチャの申請もですね。スパチャのもなんかやる。スパチャの申請はもうないですね。もう本当に始めたら。違うよ。なんかないよ。ないよ。ないの？
じゃあ、スパシャの動画ないじゃん。画面に。うん。だからなんかね、一回登録して24時間後からじゃないとできないみたいな。あー、なるほど。なんか一回やんなきゃいけないとかいうのはあれですね。うん。多分、速攻はできない。なるほど。多分、24時間、だからなんか、だからそれ、そうそう、24時間、なんか。10キロ痩せる気ないだろ。だからそれをできるようにしてもらえます。できるようにしておきます。はい。はい。で、だから今、12月31日っていうのも、はい、この YouTube お互い、まあ、始めてそんな経ってないじゃない。はい、YouTube の反省会をやろうって思って今ここ来てるんですよ。なるほど、なるほど。今はちょうどまあ、本当 YouTube の反省会。ああ、でも本当にいいタイミングで僕も同じぐらいにやってるんで、はい。いろいろお話ししたい。ちなみに、ハッシーさんは、なんか反省点とか、はい、なんかあの時にこうしてよかったみたいな。まあ、YouTube に限って仕事だけじゃなく、はい。はい、でも、やっぱ、うん、正直、僕結構何でも結構手出すというか。初めの頃は。はい。うん、っていうのって、ブラパイさん見てっていうのが本当にあって、うん、初めの頃とか、うん、1年目で、うん、その、言ったら、毎日、うん、ツイッターでつぶやくとか、うんうんうん、そういうことを周りでしてるのが山野さんだけだったんですよ。で、それを継続的にずーっとやるみたいな。うんうんうん、で、結構本当に何でもやるじゃないですか。うん、あそこの配信の時も、うん、カードゲーム作ってみたりとか、うんうん、そのスタンプ作ってみたりとか、うんうん、でそういうところ、が僕ちょっと学んでるんで、うん、今に生きてるなみたいなのがありますね。おお、はい、じゃあナイト君を反面教師にしたってことですか。はい、しっかり大丈夫なの、ここ見習っていいの。その別に結果出る出ないってとりあえず前に続けるとか、はいはいはい、すぐやめないとかっていう気持ちだけでね、はいはい、そうです、本当に続けることの大切さみたいなのはめっちゃ学びましたね、うんうん、はい、本当にありがとうございます、うんうん、いやだから俺らもだからそのとりあえず毎日上げるってことを目標にやって、はいててはい、でだから一応途切れてないのよ、はい、これがすごい、うん、やっぱ無理ですもん、うん、はい、でだから本当初め怖かったからもう毎週レギュラーみたいなの決めてた。月曜はファッション、はい、火曜日は本商品とか、 あとネタはまあネタっぽいの1個上げて企画っぽいのは3つぐらい上げるっつって、はい、だからもう本当今でも俺メモ帳にさずっと入れるの携帯で思いついたら、はい、でもやってない企画も100個以上あるもんね。マジでだからもう全然いくらでもできんだけど、はい、やっぱね、編集が大変なのよ。編集発信自分でもやってるでしょ。そうですね。それは大変だと思う。確かに。でも、毎日なんて絶対無理ですもん。うん。うん、いや、もう本当に、夢にずっと編集してるのが出るぐらい。めっちゃ、俺やってんの編集やって、いや、だから、俺ナイト初めて継続してくれて嬉しいもん。あ、確かに、それはすごい。本当におめでとうございます。うん、そうそう、それは偉いと思うし、はい、だって俺、だってさ、切り抜きは一応やってんの。あ、はい。切り抜きというか、もうほぼ、ただ編集してるだけだけど、はい、なんか TikTok とか YouTube ショート用に上げた方がいいとかすごい言うから、はい、そうですね、で YouTube ショートは来年から始めようと思うんだけど、はい、TikTok 用に、今までの YouTube を切り抜いてやってんだけど、はい、もうそれだけでも頭おかしくなりそうだもんね。なんていうの、俺一応さ Twitter2 つとインスタと TikTok、はい、であと YouTube 上がったらなんかハッシュタグとかつけたりとか、はい、時間とか設定とかしたり、はい、なんかね、もう一日中それやったら終わるの。ああ、なるほど、もうね、もうやりたくないよーと思うわけ、うん。はい。まあでも、ナイトはちゃんと編集やってるから、まあそれはそれで大変だと思うし、うんうんうん、じゃあ、今日月曜日、誰々誰々来るから、じゃあなんか、ハッシーってやる企画とか、うん、さっきの違う曲やる企画とか考えたりしたら、はい、なんかもうね、YouTuber みたいになってきて、なんか人生が、はいはい、毎日あげてるってもう YouTuber だよね。いやいや、でも本当そうですね。だから、はい、YouTuber の人って本当すごいなと思う。もう人生かけてないけど無理だなっていうかさ。そうですね。いやだから、僕は本当、さっきも言ったんですけど、うん、やっぱりその、何でもかんでもやってて、うん、1000人伸びてるのが本当すごいんですけど、うん、やっぱ、持ってるものが多分たくさんあるんで、うん、なんか、一個に絞って来年やってもいいかなと思いますね。でもそれこそ、いわちゃんってわかる？はい、います。YouTube に呼んで、はい、で、いわちゃんがチャンネルを5個だっけ？ 5個。5個をやってるって言ってて。5個？はい。そう。で、なんでそんな5個？しかも、いわちゃんって結構 YouTube の創世期の頃からやってるみたいな。はい。で、なんでそんなやってるのって言ったら、やっぱりその、一個一個特化させたチャンネルをやんないと、うん、お客さんがさ、おすすめされないみたいな。うんうん、例えば、スノボーチャンネルとか、はい、鳥取チャンネルとか、プロレスチャンネルとか、はい、まあ、筋トレチャンネルとか、なんか、はい、で、分けてやんないと、例えば筋トレ見せた人が、次スノボーとか見たりしないから、うん、なんかもう、うんうん、おすすめに現れない。そうですね。だから、まあ、確かにそうだなと思うんだけど、まあ毎日さ、うん、例えばネタあげろって無理じゃん。そうですね。で毎日
ファッション上げたらもうわけわかんないじゃん。副代だけでとんでもないみたいな。そう。だからなんか決めた方がいいのかな。僕とかはもう無理やりですけど、うん、キャンピングカーで何すればいいかなんで、うんうん、関連つけちゃえば。そうそう、キャンピングカー。でもさ、車中泊とかめっちゃ伸びてるよね。あの、いるよね。そうなんですよ。YouTuber とか。だから、そこの人たちのターゲットにちょっと入んないのかな。次、絶対伸びるなっていうのも見つけてるんですけど、うん、やる勇気がなくて今渋ってるやつがあって、うん、この新言っていいの？言っていいの？真似されてるから、うん。そう、絶対伸びる。いや、もう僕にしかできないんで、ほう。もうその、これを持ってないと無理なんで。キャンピングカーを。なるほどね。じゃあちょっと、はい、リバーシブ変えるね。どういう理由？どういう理由？え、どういう理由？絵がありさせないとさ。確かに確かに。じゃあ俺ちょっと前開けちゃおうかな、俺。お願いします。覚悟して聞いてください。うん、初めて来た。何回来たの？リバーシブ、これ何回目？これ。逆に来たの。これ、言ったら特化して一番伸びるのって心霊なんですよ。うん、これもうね、どんな、底辺 YouTuber でも、うん、もうこれやっちゃえばすぐ1000人は行くし、これもう絶対なんですよね。あと廃墟行ったりとか、まあ廃墟関係ないのか、はい、なんか、オカルトスイーパーとかもそうなんですよ。まあ、先輩もそうなんですけど、うん、やっぱもう、心霊って今テレビであんまできないらしくて、そこの需要がめっちゃあるんで、うん、もう一定数は絶対に見てくれる。なるほど。で、編集の技術だけ覚えればどんどん見てもらえるっていうので、うん、僕は、その廃墟とか言われるところとか、うん、まあ、トンネル、うんうんうん、そこにキャンピングカーで行って、うん、そこで一泊するっていう。ああ、確かに。これめっちゃ興味あるからね。できないんで、うん、まあ言ったら何が起こるか分かんないですけども、ちゃんと外から撮って中から撮って、うん、しっかりやれば多分伸びるんだろうなと思ってるんですけど、うん、これで一回伸びちゃったらもうそれしかできなくなっちゃうんで、なるほど、ね、これで他に釣りの動画とか、ね、キャンプの動画上げても、うん、結局そっちしか伸びないから、うん、そっちやっちゃおうってなっちゃうんで、そういうのちょっと悩んでるっていうのはあります、ね、それこそチャンネル分けちゃダメなの？だからそこにもう一個やっちゃうのが、うん、そのせっかくこれ作ってんのに2個分けるのちょっと分散されるかなっていうので、う、今ちょっと悩んでるところですね。なんかサブチャンネル作る人いるよね。そうなんですよ。分かんないけどさ、今言ってた悩みが俺多分結構あるなと思うのがさ、はい、1個見てるファッション YouTuber のやつがあって、はい、多分たまたま一回なんかワンピースの考察みたいな動画上げたの、はい、それがめっちゃ伸びて、そっからファッションの上げても伸びないの、はい、で、ワンピースの考察上げたらめっちゃ伸びるの、はい、そしたらもうワンピースの考察動画になっちゃったの。ああ、そうですね。でもその人も多分もうそうせざるを得ないというか、いや、そうそうそう。だからそれこそそれで伸びちゃったらもうお笑いっぽいこともできないだろうし、できないし、できないしみたいな、うん、っていう悩みがあって。でもどうなの、伸びちゃって伸びちゃっていいっていうこともないのかね。いや、あります。それこそ、うん、もう伸びちゃえば、うん、もう YouTube と本当に夢あるんで、うん、もう収益で言ったらもう何百万って稼げちゃうんで、うん、それでもいいって言うんだったら、うん、そっちでいけちゃうんですけど、うん、本当にそれしかできないんで、もう楽しくはないと思います。どっちがいいのかね。今ここでさ、やっててさ、その心霊に切り替えるとするじゃん、はい、で心霊でめっちゃ伸びました、はい、ってなったら、うん、サブチャンネルで普通の発信お笑いチャンネルを作っちゃダメなのかな、うんうん、それをもう神殿に残して。それもありだと思う。それもありだと思うんですけど、うん、そっちに、まあだからそうしようかな。神殿得意なの？いや、めっちゃ怖いんで、本当に怖いんで。でもいいよね、怖い人の方がさ。だって普通にしてあーあーっていう人は見たくないもんね。いや、そうです。ビビってる人を見たいよね。まあ、あと YouTubeだったらやらせとか何やってもいいんでしょ。だからできる、ね、これ言っていいですか？何やってもいいわけない。でもさ、YouTuber とか多分やらせやってないのどうなの？やってそうじゃん。まあ、戦ったりもしてるよね。やってますね。あと喧嘩とかさしてんのもなんかこれやらせだなとか思うのもあるし。まあ、そうですね。だちょっと一回練習してみる。そのさ、幽霊が映っちゃいましたとかが多分さ、はい、伸びるわけじゃん。確かに。だからちょっと今俺ら今2人しかいないからさ、はい、なんか急になんか映ったりしてやだね。なんかこの山奥でさ、僕こういうの本当怖いんで、うん、ちょっとなんか。どっかに顔とかがさ、いきなり出てきたりし、すごい怖いと思うんだよな。いや、でも。え？なんか今映りこれぐらいの映り方は超怖いね。めっちゃ怖い。ほら、もうこんなん怖いですよ。ね、そんな話してたら、どっかから声が聞こえてきます。うるさいのかな、もしかしたらめっちゃ。これって防音？防音です。嘘。一応断熱材も入れて、それも入れてるんですけど、ここが空いてるんで全然聞こえちゃいます。だって外の声聞こえるってことこっちの声も聞こえるよね。まあ確かに。まあでも別に何も言ってる、うん、はい、みたいな。じゃあこう
な、こういう時もなんかエグザイルみたいになっているとかも誰も突っ込んでこないから。君、君どうぞ。これどうやってやったらやり方教えて。分かんない、首吊りそうになるの、うん、どうなんだろうな。今とかでもなんか分かんないけど、今のはさすがにバレるけどさ、はい、ちょっとだけ映って知らない友達でちょっとこう映したりしたらさ、はい、伸びたりするのかな。まあでもあると思いますよ、そういう。やっちゃっていいのかね、それを。まあそのエンターテインメントじゃないですかね、もう。いやまあまあ実際なんか俺前見てたやつとかでさ、なんか万引き犯人を捕まえるみたいなさってさ、やらせじゃねえかなとか思うんだけどさ、 あれどうなの、 やっていいのそんなこと。いやーてかニュース的なやつじゃなくて、あ、もうニュースじゃない。普通の、なんかちょっと半グレーまで言わないけど、はい、喧嘩っ早いやつがちょっとなんか、今から万引きのやつを捕まえて、なんか、警察に、はい、ありますみたいなさ。で、まあ言ったらそれで、いや、こんなんやらせだろうって、うん、山野さんみたいな意見が、ブワーってなって、それが伸びるんで、うん、それでもいいってこと、それでもいいっていうことですよね。で、そういうのはやっぱやだな。やっぱ根本にさ、お笑い芸人で売れたいのがあるからさ。いや、そこなんですよ。やっぱ違うじゃん。そこなんですよ。やっぱ、ネックというか、それで多分伸びちゃえるというか、それで伸びた先に芸人としての、なんだろう、そういうところみたいのが。まあ、だったらもう、一回伸びないで、俺たち。それはそれで、まあまあ、山野が言うんだっていいよ。ちなみにさ、今まで、ハッシーの、これが、一番のヒット作みたいなさ、まあまあその回数的にもいいし、自分の手応え的にでもいいけど、今年その水ダウンに2回出たんですよ。1回は解散ドッキリ、で僕でっかい番組出た後って絶対にその後日どう、やってるね、見たやつを上げるんですけど、もう伸びてくれよって気持ち聞こえてくるもん、伸びてくれよ。でもちゃんと伸びてくれるし、やっぱそこの後にオンエア後に、それを捕まえるためにその時間にあげたりする。そうなんですよ。で、あ、俺本当に何も分かってなかったなっていうのが、テレビに出ることが本当なかったんで、言ったらその放送を見た後って絶対どんなやつだろうって調べるじゃないですか。だからそこに動画が上がってた方が絶対いいと思ったんで、前回水ダウの旅行先で朝起きたら誰もいなくなっている説みたいなやつがあったんで、あれが放送され、旅館でね、で、あれが僕ら一発目、その放送の一発目の企画だったんで、最後かなと思ったら一発だったんで、もう終わった後に、もうちゃんと用意した動画を、僕らの企画が終わりましたって言った後に、もう多分、ツイッターとかでめっちゃエゴサするんで、とりあえずもう動画を上げたんですよ。スイダー見てくれてありがとうございました、みたいな。こういうのがありました、みたいなのを上げて、まあ、めっちゃ伸びたし、ネットニュースにもなったんですけど、その後事務所から連絡来て、その、ダメだよ、みたいな。別に今回はまあいいんだけど、普通は番組終わって、そっから5分後以降に上げないと。え、あ、ダメなんだ。決まってんだ。あ、その、言ったら視聴率が奪われちゃうんで。なるほどね。っていうの途中で見ちゃうってこと。はい。で、僕はもうこっちを見てほしい。でも、番組も一緒というか。なるほど。それがもう本当に普通のことだから。もう、出たことなかったから、あ、そうなんだってなって、まあもう今回は大丈夫なんで。勉強になったの？いやいや、でもテレビ出ることはないから、大丈夫だよ。いや、そんなことないじゃないですか。いや、でも裏番組的にもう YouTube すら思われるってことだよね。あ、でも、いや、裏かぶりと一緒ってことでしょ、それが。ぐらいの。でもそれこそさ、1時間前とかにあげちゃダメなの？どうなんだ、ね、テレビ出る前にってこと、その後放送するってこと、例えばスリーダウン。だって別に YouTube はずっと見れるわけじゃん。確かに、まあでもそうですね、僕がその出た後に、リアクションみたいなことだから。リアクションみたいなを撮ってあげてるんで、その前の、出るんです、みたいな動画、その、ただその、言った後に、言ったのにここ使われてないとか、なんか言っちゃいけないこと言ってないかな、みたいなのが怖すぎて、僕は、基本やらないようにしてます。あげた後に、もう終わった後にすぐカメラ用意して、もう編集もカット割りだけでもポンって投げますね。ぐらいスピードをよくやってます。それが伸びました。内藤さんはどうですか、今まででこれ手応えあったなとか、まあ、なんだろう、一番伸びたなとか、まあ、数字的にも、自分の中身的にも。数字的に伸びたのはもう本当にまあ、嵐さんの関連動画になってしまうので、自分的にいいなっていう
まあコントがね、はい、まあ、何本かあったんですけど、はい、それ全然伸びないんですよね。100とか200ぐらいなんで、はい、やっぱ手応えとこう伸びるのは違うなとは思いましたけどね。そのなんだろうな、伸ばす手応えみたいなこと、あのその内容の手応えじゃなくてさ、なんかわかんない、これをもうちょいこうやってやったら伸びるんじゃないかなみたいなさ、まあ何らかないってさ、その、うん、さっきも言ったけどさ、内容を良くするのと、うん、でも伸びなかったらすごく悲しいじゃん。一回面白いの作ったら、はい、でもかといってもさっきみたいにさ、もうすごいなんつうの、笑い関係なくやつ伸びてもまあ悲しいじゃん、はい、そのバランス的に、うん、なんか何が一番いいのかなというか。なるほど、うん、なんか、うん、だそれこそやっぱ何かに特化は大事なのかなとは思うけどね、うん、いやもうそれはさっきからずっと言ってるみたいな、うんうん、例えばわかんないけどさ、はい、俺本のね紹介のやつやってんだけど、うんうん、まあ、全然伸びないの本当に、うんうん、でも内容的には俺結構いいこと言ってるなが、あるから、うんうん、例えばあれだけの もし俺とお前が出てなくて、ただその本をちゃんと同じような、まあ一語一句一緒でもいいよ、うん、セリフやってる人がいたらなんか伸びる気がするんだよね。あ、ここで分かんないけど、茶化してるのか分かんないけど、ちゃんと真面目に本紹介を聞いてくれてないじゃん多分みんなは、うんうん、だからその真面目な人が聞いてくれたら同じセリフは一緒でもなんか伸びるのかなとは思うんだよね。これあの僕 YouTuber の知り合いたくさんいるんですけど、はい、その人たちに聞いて、うん、もうどのジャンルもある一定の編集力だけしっかりやれば絶対に1万ぐらいまではいくって言ってました、うん、本当に編集もうテレビの編集ぐらいまでやっちゃえば絶対に伸びるらしいんで、これとかもすごいもったいないと言われました。絶対伸びるのに編集をテロップをもういいやってなっちゃったり、その演出みたいなのを怠ったりするから伸びてないよって言われたんで、その本もめっちゃ編集してちゃんとどういう本でみたいなのやったら、まあ、ね、まあ、わかんないけど、何回かコメントとかにもあったけど、いやなんかお客さんに見せるものじゃないって書かれた。でも俺ら的にはさ、そのさ、毎日あげてるし、うん、なんつうの、その、そういう編集の時間も、だったら、もっと撮る方に回した方がいいとかもあるじゃん。でも向こうからしたら、うん、なんかね、その人も多分、俺的には多分、結構年配の方だと思うんだけど、うん、なんか、お客さんに出す商品、もうちょいこうやって、自分たちの仲間内だけで やる分にはいいけど、うん、お客さんにこんなの出すのは失礼だから、もっと全部テロップも入れるべきだし、うん、もっとな、編集もどうたらこうたらって。まあでも、向こうからしたら関係ないよな、そんな事情ね。だから、俺らはさ、普通に。コンビニ行ってさ、うん、なんかもう手で置いてある餅みたいなのがあったら、何これこんなの売れないとかっていうのと一緒でさ、うんうんうん、なんか、うん、向こうからしたらテレビ番組と一緒にライバルみたいなもんじゃん、うん、同じ時間を取り合ってるわけだからさ、うん、だから、うん、そうなんですよね、いやすいません僕ら毎日やってて自分たちでやってるんですいませんとかって言われてもさ、向こうからしたら知らないよ。本当にだから、まあまあ多少その、うん、本数減らしててもクオリティ上げるっていうのは、うん、まあまあ多少、うん、まああとなんだかんだ言ってさ、やっぱり、前より演習上手くなってきたと思う。本当じゃない、なんか音楽とかさ、前々使い方分からなかったのにさ、学校早送りとかさ、だからまあ、下手になることはないじゃん。まあそうですね、どん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 。うん、お笑いは分かんなくなるときあるけど、お笑いだけ編集は、もう、まず編集のあれある、なんかもう、わけ分かんなくなる。なんかさ、はい、あれ、前より下手っていうかさ、なんすか、イップスじゃないけど、あれ、あ、ここ、俺なんかさ、うん、俺サムネは作ってるんだけど、はい、サムネでもわけわかんなくなる時あるんだよね。なんか初めはさ、来れば来るほどいいと思って、はい、なんかよくさ、例えば1個の動画で、10箇所ぐらいスクショして、うん、それをなんかちょっとずつ散りばめたり、はい、したの、まあ結構多くなかった。でも、あれ、これあんまダメだなと思って、伸びないというか、だったら一撃をなんかバンってあって、なんか一部分モザイクとかわかんないけど、なんかそういう方が、最近その手法やってるね、自分モザイク系もやってるし、うん、だから AI とかでなんかアニメの書かせたりとか無料イラストとかやったりしてるけど、なんかね、何が正確かよくわかんないんだよね。もうこれもうどの YouTuber も言ってるんですけど、お願いします。はい、もうまず、うん、顔の表情で、うん、この今驚いてるのか今泣いてるのか、うん、今悲しんでるのかみたいなやつを絶対に顔を出す、うん、うわーって驚いてる、確かにっていうのがマスト、うん、っていうのと、文字はなるべく少なく。ええー、あ、そうなんだ。これは、何々してみた。うん。とか違う、もう何々。これさ、俺結構さ、はい、タイトルは絶対入れちゃうの。タイトル入れなくていいのかな？タイトル、例えばどんなんですか？例えば、じゃあ、もし、これ、タイトルつけるとしたら、はい、大晦日、YouTube 大反省会、うん、ゲスト、ハッシーハッピーとかあったら、うん、多分今、じゃあこれがサムネになってるじゃん。うん、ここに、大晦日、YouTube 大反省会、で、ここら辺にゲスト、ハッシーハッピーと出されてるわけ。あ、で、いらない？
これはもう本当いらなくて、うん、大事なのって、うん、ここで、まあ、なんか僕が説教されてるサムネを撮るとするじゃないですか、うんうん、で、僕がこうしてる、うん、もうこうやってる、うん、で、大反省会で何がかわかんないですけど、うん、こうやってやった後に、そのタイトルを書けるとかじゃないですか、うん、あそこでとりあえず全部書くんですよ。ああ、なるほど。で、ここに、サムネにはいらない。いらない。サムネにはもう本当に極力、どういう、うん、どういうことかなって気にならして見せるが一番いい。今さ、この大晦日の動画として、はい、一番、俺もそれをサムネにするからさ、今サムネ撮ろうよ。はい、あ、わかりました。俺がそれスクショするから、はい、どうしたらいい？どうしますかね。こっからだって山場を作れることができるじゃないですか。それさ、はい、嘘でもいいの？いや、まあ、わかんないですけど。その、なんか、わかんないけどさ、はい、あれあり？例えばさ、じゃそれこそさ、普通にこうやってニコニコしてるように、例えばじゃあ、なんか、おい、みたいな感じになってんのをさ、撮るとするじゃん。はい。じゃあ、そんなシーンが、一回でも出てれば嘘じゃないからいいの？まあ、で、それで言ったら今とか、僕が結構説教じゃないですけど、こう教えてるじゃないですか。うん、っていうので、僕がこう偉そうにしてるところで、あ、なんかちょっと縮こまってるみたいな、絵とかの方が、うん、なるほどね、はい、でも始まってさ、あれそうでもないなとか思ったらさ、そのサムネ詐欺まで言わないけどさ、俺らさ一回あの、お伝えしたいことがあります、なんだっけ、報告したいことがありますってやった時は、はい、今までよりは全然伸びたの、伸びた、1000いくらとかいったの、ただチャンネル登録者は十何人減ったのだからやっぱ嘘つくなってことで、そう、その日一日でなんか一人二人減る場はあるけどさ、十、はい、何人減ったの、はい、あとやっぱこういうことやっちゃいけないんだと思って、あ、いや、まあ、まあでも本当の報告があったからそれは嘘ではないんだけど、嘘ではないんだけど、ただなんか明らかになんかさ、はい、うん、めっちゃ悪いことなんかもうやめますみたいな、そうそう、そういう風に見えたかなと思って、はい、だからこう例えばこうやっておーって喧嘩っぽいとかで、ほうがさ、普通より多分見そうだ、まあ見そうね、だけど、中身見て、あれだとまた、俺、1000人切りたくないんだ。なぁ、その可能性は、さすがにちょっとやりすぎだとあれですけど、うん、今の流れだったら全然ありかなとは思います。僕が、うん、ちゃんと説教してるんで、うん、後輩に、大説教とか。あ、もう文字も入れちゃう。文字もその、入れるとか、うん、なんか、そういう文言はいけるかなと思って。で、ちょっと、ハッシーが考える、いや、あの、サムネの、形やってみて、どうかもしれない。ああ、なるほど。土下座っぽい、正座してた方がいい。でも、土下座で俺ら十何人減ってるからさ。ちょっと縮こまった方がいい。ちょっと縮こまって。で、ハッシーの顔見えた方がいいもんね、あれだよね。こっち向いちゃうと見えないね。ああ、そういう感じ？まあまあ、こんなんですかね。ハッシーもっとアップの方がいいんじゃない？どうなの？まあ、俺らのチャンネルぐらいだから、俺らの顔はそんな見えてなくてもいいから、こんなの。これで大丈夫。これ今ないつもだいたい100から200とかを行ったりしたりしてるけど、これだと何人ぐらい？これ再生数ですか？うん、300 そのまあまあでもね、いつもよりは多分行かないんで、でもこんなことしなくても300くらい行くときはあるから。300はね、でもまあまあ確定させてくれてるから。内藤君はもうサムネ作んないじゃん。だとしたら、ね、どういうのが飲みそう？でもね、俺ね、兄貴の、子供が中2か中3ぐらいで、で、俺のそのさ、チャンネル見てくれてて、サムネに字が多いから飛ばしちゃうとは言われた。ああ、じゃあやっぱない方がいいんだ。字はもう短い方が、多分ね、もうやっぱいろんなチャンネルも登録してんだよ。だからバーって見るから、目に入んないんじゃないかな。で、ちょっとその画角というかさ、ちょっと推理して。ナイトオグ、俺が YouTube を見るとしたら、どうやったら見たいかみたいな。俺はやっぱり、こうみんな持って寄って、持って寄って。ちょっと寄り目にしてみてるんで、みんなで。これだよね。俺らも多いんで、寄り目率が。どう、まあ、でもエンディング大体あれだもん。あの、さ、わかんないけど、大晦日感は欲しいかなとは思う。だって大晦日だから。なるほどね。やっぱ、オレンジだね。オレンジの、でも正月感出ちゃうかな、あの、白も、あの、鏡餅みたいな。いや、出ないから大丈夫。それ出ない。え？それ出ない。大丈夫。出ない大丈夫って、お前その灰色やめろよ。何？灰色いいじゃん。ダサいな。灰色だ、あの人。パーティー。ワニマだから。おしゃれだね。このジャンパー何年着てるの？それだから伸びないんじゃない？これさ、たまに雨降った時にさ、ああ、これ帽子かぶんだろうと思ってさ、こうやってやるの。これ、こう。開いてないの？え、もし、やってみ？かぶろうと思って、ここからかぶれないの？これ、これないの？それ、何でもって言わなかったの？すごいね、これ。これさ、フェイク、フェイク、このフードがね、雨降ってきたと思ったら、こうかぶれない。穴開いてないんだよ、これ。気づかないと、雨降った時にさ、何これと思って。
え、そういうサムネですよ、毎日。これは大晦日のとこってわけわかんない。まあでもわけわかんなくてもいいかな。これでも文字入れなくしてみるよ。これで、俺らが周りから顔出してる。で、もう文字全く入れない。うん、これでいいよ。これで。なんか今ちょっと、なんか意味深感あっていいかもしれないね。ひょっとしたらなんか。いくつ？え？今のでいくつ？ 280。頑張って頑張ったよ。280。変わんないじゃん。何やったらもう変わんないな。え、でもほら、普段100とかだから。で、忙しい。でも大晦日は逆にさ、伸びないかな。あー、今見る動画たくさんあるんで。でも、ね、テレビとかもいっぱいあるだって紅白歌合戦とかで勝負するんだよ。確かに。無理だよ。そりゃ無理だよ。そりゃ無理だよね。はい。じゃあ、というわけでね、はい、皆さんもお忙しいと思うんで、ご覧していきましょうか。はい。すいません、ね。今年も、なんかちょっとパターン変えて YouTube をやるとですね、はい。そうですね、パターン変え、はい、変えて、うん、まあ、あの、心霊スポット行ってみたり、うん、あと、なんかちょっと、あの、料理動画とか、はい、あと、まあ、キャンプとか、そうね、うん、キャンピングカーかける何かで、どんどんもっとやっていこうかなと思ってます。うん、ちょっとそれも概要欄に貼っとくんで。はい、すいません、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ということで、来年からの YouTube が見えますので、はい、3人の YouTube、それぞれの YouTube、はい、内藤君は内藤君の個人の YouTube をやるんですか？やらない。まだやらないです。とりあえず、はい、気取りよくやらせてもらう。はい。良いお年を。良いお年を。良いお年を。